セラザード、思ったよりも早く着いたな。わざわざロレントから歩いてご苦労様だったな。ルグランジーさん、久しぶりね。もしかして私たちが来るっていう連絡があったの？うん、先ほどアイナからな。それではそこのお嬢ちゃんたちがカシウスの子供たちというわけか。ええ、お察しの通りよ。はじめまして、エステル・ブライトです。ヨシュア・ブライトです。よろしくお願いします。わしは坊主支部を預かるルグランというじじいじゃ。お前さんたちの親父さんとはいろいろ好意にさせてもらって、あれ、ルグランじいさんと呼んでくれ。うん、ルグランじいさん。それで例の事件がどうなってるのか早速教えてくれないかな。うん、それなんじゃが、王国軍による捜索活動は未だに続けられておるらしい。じゃが軍の情報規制によって状況が全く伝わってこないのじゃ。一般市民だけではなくギルドにも何の音沙汰なしでな。なんでよ、軍とギルドって協力関係にあるんじゃないの？あ、それはあくまで建前ってやつよ。実際には様々な局面で両者が対立することは多いのよね。つまり縄張り争いですね。残念ながらその通りじゃ。しかも今回の事件に関してはモルガン将軍が絡んでいるらしい。げえ、モルガン将軍？それは面倒な話になってきたわね。何？そのモルガン将軍って。10年前帝国軍の侵略を撃退した功労者として有名な人さ。歴史の教科書にも出てたはずだよ。見事なくらい記憶にないわね。で、その有名人がどう問題なの？聞いた話だとその将軍大のブレーサー嫌いらしいのよ。遊撃士協会なんか必要ないって日頃から主張してるらしいわ。むちゃくちゃなおっさんね。じゃあ何？その将軍のせいで情報が入ってこないってわけ？それどころではない。軍が調査している地域にはブレイサーを立ち入り禁止にしおる。おかげで他の仕事にも支障をきたしておるのじゃよ。そんなせっかくロレントから来たのに。こうなったらその将軍と勝負してどっちが事件を調べるか決めるしか。何むちゃくちゃ言ってるかな。まあそう焦るでない。実は今回の事件に関してボースの市長から依頼が来ておる。軍とは別にギルド方面でも事件を調査してほしいとのことじゃ。あら、それは心強いわね。ボース市長の正式な依頼があればこちらが動く大義名分になるわ。なるほど、渡りに船ってやつね。ルグランジーさん、私たちその依頼を受けるわ。うん、いいじゃろう。とその前に、お前さんたちは準遊撃士じゃろ？ん？そうだけど。準遊撃士とは言うなれば各支部に所属している見習いじゃ。つまりそれぞれの支部に監督されている身分なわけじゃ。そして現在のお前さんたちはロレント支部の所属になってある。ということは、こちらの仕事を受けるには所属を変える必要があるんですね。その通りじゃ。ほれ、この転属手続きの書類にサインはするがいい。あ、うん。ここに名前を記入。よかろう。遊撃士エステル並びにヨシュア、本日1520をもって両名のボース支部所属を承認する。これでお前さんたちはボース支部所属となったわけじゃ。ちなみに正遊撃士になったら所属に関係なく仕事ができるわよ。ま、義務と責任も増えるんだけどね。なるほど。まだまだ半人前ってことか。
まあこれで市長の依頼をお前さんたちに任せられるわい。市長の屋敷は西口の近くにある。行って話を聞いてくれたよかな。うん、了解しました。うわ、豪華なお屋敷。見て見て、あのシャンデリア。はしゃがないの、エステル。どうやらここがボース市長の屋敷みたいね。当の市長さんはいるのかしら。おや、お客様ですかな。いらっしゃいませ。ボース市長邸へようこそ。どちら様でいらっしゃいますか。遊撃士協会の者よ。こちらの市長さんに依頼されて詳しい話を伺いに来たんだけど。おお、話は伺っております。しかし申し訳ありません、市長は留守にしておりまして、教会に礼拝に行っているのです。いつ頃お戻りになりますか。さようでございますね。実はもうお戻りになってもおかしくない頃合いなのですが。あ、それじゃあさ、私たちが教会に行って市長さんを呼んでくるのはどう。しかしお客様の手を煩わせるわけには。気にしないで、お互い手間が省けるんだし。ところで市長さんってどういう外見？やっぱり金持ちそうな人？外見ですか。ご立派と申しますか、美しく成長されたと申しますか。これで良いご縁があれば私も安心して隠居が。は？あ、失礼しました。ああ、それよりも市長にはメイドが一人同行しております。それを目印にされた方がよろしいかと。メイドさんを連れた人、それは分かりやすそうですね。早速教会に行きましょう。メイドさん見っけた。あなた方は？エステル、いきなり失礼だよ。すみません、遊撃士協会の者です。依頼内容の確認のために市長さんを探しているんですが。ああ、なるほど、申し遅れました。私メイドのリラと申します。市長の身の回りの世話を仰せつかっております。身の回りの世話、なんか住む世界が違うわね。それで当の市長さんはお祈りに来てるんじゃないの。サボりです。え、おそらくマーケットの視察をなさっている最中だと思います。私にご自分の分までお祈りするように申し付けてから先ほど出て行かれたばかりですので。なんていうか結構ユニークな人ですね。面白そうな人じゃない。市長が務まるかどうかは別にして、有能な方には違いありません。少々破天荒なところはございますが、そろそろ私市長を迎えに行こうと思います。大変申し訳ないのですが、市長邸の方でお待ちいただけませんか。すぐに市長をお連れいたしますので。ここまで来て手ぶらなのもつまらないし、よかったらついて行ってもいい。市長を迎えにですか。私の方は構いませんが。では早速町の中央にあるボースマーケットに参りましょう。はあ、ずいぶん広いよね。市長さんはどこにいるのかな。何しろ目立つ方ですからすぐに見つかると思います。やっぱり思った通り。あなたたち恥を知りなさい。この大変な時に食料を買い占めて値を釣り上げようとするとは、ボース商人の風上にも置けなくてよ。しかしお嬢さん、僕たちはボースマーケットの売り上げアップを考えてですね。お黙りなさい。他の品ならいざ知らず必需品で暴利をむさぼったとあっては我がマーケットの悪評につながります。即刻元の値段に戻しなさい。はい、
わかりました。私、あなたたちのボースマーケットにかける情熱を疑っているわけではありませんわ。ただ、分かってほしいのです。商売というものが突き詰めれば人と人の信頼関係で成立していること。大丈夫、あなたたちだったら立派なボース商人になれますから。お嬢さん。はい、頑張ります。お嬢様。リラ、来ていたの。恥ずかしいところを見せてしまったわね。いえ、相変わらず見事なお手並みです。それよりお嬢様、こちらの方々が用が終わりだそうです。すぐにお屋敷にお戻りくださいませ。あら、その紋章はひょっとして依頼したブレイサーの方々かしら。うん、そうだけど。ひょっとしてあなたが。申し遅れました。私の名はメイベル。このマーケットのオーナーにしてボース地方の市長を務めています。高そうなお店。こんなところで打ち合わせするの？よく商談に使いますの。味の方もなかなかのものですわ。しかしボース市長が女性なのは聞いていたけど、ここまで若いとは思わなかったわね。見たところ私と 4,5 歳くらいしか違わなさそう。実際まだ若輩者に過ぎません。亡くなった父が前市長で、ボースマーケットの事業権とともに政治地盤を引き継いだだけですわ。なんというか、随分率直な自己評価ですね。所詮は商人の娘ですし、気取っても仕方ありませんから。それでは改めて依頼内容を確認してもよろしいでしょうか。うん、オッケーよ。お願いしたいのは言うまでもなく、定期性消失事件の調査と解決です。私、今回のような事件では軍よりもブレイサーの皆さんの方が結果を出してくれると思うのです。戦争をするわけではなく、謎を解き解決するわけですから。あら、光栄ね。買いかぶってくれるじゃない。商人としての目利きですわ。実際問題、消えた定期船にはボースの有力商人が乗っています。それにこのまま王国軍によるボース上空の飛行制限が続いたら、こちらの商売が成り立ちません。せっかく女王生誕祭を前に景気もかなり好調でしたのに。なるほど、経済的な要請ということですね。ええ、とても軍だけに任せておくわけにはいきません。どうかお願いできないでしょうか。こちらにも理由があるし、引き受けたいところではあるけど、今回の事件に関しては軍が私たちブレイサーを締め出そうとしているみたいなのよね。そのあたり、市長さんの立場からなんとか働きかけられないものかしら。モルガン将軍ですわね。あの方、昔からブレイサーがお嫌いでいらっしゃるから。あれ、市長さん、その将軍のことを知ってるの？亡くなった父の友人ですの。一応顔見知りではありますわ。ですから、なんとかできるかもしれません。というと？リラ。はい、お嬢様。こんなものですわね。では、これをお持ちください。何？この手紙。モルガン将軍への依頼状です。ボース地方の責任者として、今回の事件についての情報を請求する旨をしたためました。ある程度なら軍が掴んだ情報を教えてくださると思いますわ。なるほど。でもブレイサー嫌いの将軍が私たちに会ってくれるかな。もちろん皆さんの身分は伏せた方が無難だと思いますわ。ただ市長からの使いだと名乗るだけでいいかと存じます。うん、ちょっと嫌かも。なんか騙しているみたいで。騙してるわけじゃないよ。本当のことを言わないだけさ。一刻を争う状況なんだから、ここは割り切るべきだと思う。確かにそうね。
ところでモルガン将軍ってどこに行けば会えるのかな。ボースの北、帝国方面の国境にハーケン門という砦があります。そこに将軍はいらっしゃいますわ。それでは皆さん、どうかよろしくお願いします。うん、任せといて。何か分かったら知らせに行くから。朗報に期待していますわ。それではごきげんよう。失礼いたします。さて、早速行くとしますか。ハーケン門は東ボース街道から北のアイゼンロードに抜けた先よ。つまり東口から出て北へ向かえばいいんですね。それじゃ